ていうか、オランダの足取ったと仕事室仕事仕事、仕事という名の観光やろ。あのそれがね、帰り際の最後だけ観光観光へえ。なんだったっけ、風車のあそこに行っただけ。ああ、有名なとこ。あそこしかないけどね、オランダ確かに、オランダどこ行くってなるね。でもなんか全体的になんか良さそう、うん、なんだよ、ね、悪いとこがなさそう。え、でも悪いとこばっかりよ。あ、そう。だって合法麻薬 OK やん。ん、合法麻薬 OK やん。麻薬 OK? OK、 麻薬 OK。 あ、麻薬 OK。 麻薬吸ってきたと。吸ってませんやるか麻薬ってやばいやつ。普通にやばいやつ。あ、そうなん。だけどオランダから帰ってきただけで日本の税関に止められた。へあのなんか検査とかあると。そう、あの最後の税関で出る、うん、あの輸入とかしてないかっていうオランダ。ああ、そういうことね。そうそうそう、豚類とかそういう牛類とかなんかそういうのがダメらしくて。そういうの大麻はなんかそこまで悪くないやつ。いや、大麻も悪いやつ。全部悪いやつ。全部悪いやつ。そうだって普通にオランダ の、 あの一角の、うん、なんか空港の一角の中に入ってから気づいたけど、うん、あのあれがあったのタバコだけの専門店、お土産コーナー並みのデカさ。え、でかい。外国で吸ってきてさ、日本に戻ってもダメと。あ、それは分からん。ただ多分もう吸ってきた時点でアウトだよね。あ、もうそっか、耐えきるんじゃないかな。オランダシーちゃんも行ったっていうんですよ。しおりさん昔行ったことある。まあチョコレートとかそういうのがね豊かだって。ただ飲みできる機械とか普通に置いてあったもん、工場に。ただ飲み、ただ飲み、あのチョコレートをドリンクバーみたいな。チョコレートが美味しいだったね。チョコレートの原液ってこと？いや、原液ってわけじゃないんだけど、あの普通にあのココアみたいな感じで。へえ、あ、美味しそうでも。普通に美味しかったよ。普通にガブ飲みできる。今日さ、相手も味方も相手もなんか疲れとるよね。仕事疲れやん、ね。今忙しい時期だから。案外バテバテよね。ナイスチェックです。名前が全然わからん。14番の人は、あ、泉田さん。泉田さん。どの人どの人。あ、今シュート打った人。ナイスシュートです。平本さん。あとはわかる。あとはわかるね、ゆうきさんとか。うん。泉田さんって人年上？あ、やっぱり同じ。うん、関連。だって 30？ いやいや、30じゃない。だって俺が、うん。